We weren't making the gala go like this. Move, Gravener! I order you not to let me die like that! I almost had her. If it weren't for that old wound. Oh, Jesus Christ, don't get old, son. Yeah, never get married. Now stop blabbing, you're gonna be fine. I know what I'm doing. This is the key, Jesse. Don't let it out of your sight. It's all we've got. It's in your hands now. We need to stop! Stop? We need to get the fuck out of here! We need to find a defensive position to hold us over till morning. Then we head to Calico. My wife could blow this defensive position over with a wet fart. We need the higher ground. And that's where the sun will hit first. I'll get the horses, and we'll stand our ground up there. これは人物が増えてきたので、一度整理しようかなって、サレンダー。30秒あるから頑張って、ドミニクとかいう黒幕みたいなやつは今後出てきません。チェスター枠か。残念賞をチェスターって言わないでもらえる？なんならもう一回出てくるから、人間関係をおさらいするか。ウィリアムはジェシーのお父さんで、エドガーは引退はしてるけど、ジェシーの相棒、ハローは、で、ピーターさんは、マット、フェリシティは、ピーターによって、測ったな。冒頭で無駄話が多いんだよ。チョップスティックス、割り箸でそうじゃない。次回から、5秒で説明コーナーにする。ブームスティック、ショットガンやな。装填はいらんけど、クールタイムがあるんか。今年もよろしく、葵です。来年もよろしく、赤目やで。さ、研究所から落ちてきた、吸血鬼を蹴散らしていこうか。チェック。金色になってないか？はい。これ1周目のデータです。何ね？バージョン 1.0 の以降からかもしれませんが、今回のステージでは、2周目以降だか喋らないセリフが存在します。ほんと？状況の異なるデータ2つで、複数回試行したから、ほぼ確実。ここのステージの調子が悪いのか、ドロコンした時の称号手に入ったからね。楽しみが消えたな。差別化のため金色かつ。字幕表示ありでプレイしてます。難易度はイビル。他にもそういうのがあれば、こういう措置が発生するかも。ご理解のほどよろしくお願いいたします。ってことは、金色だけどジェシーは弱体化してる？色で強さは変化しないけどね。いやな、その割には処理が早いと思って、攻撃力的には5分の4だけど、その分本気でやってます。いつもそうであってほしい。Move it, Jess! There's more coming!迫ってきてるけど、お金回収はします。強化に必要やからな。進行度に合わせて、バージョンアップはするけど、それ以外の使用予定はないけどね。強化せんの？実は物によって、強化すると弱体化するものもあるんだよね。つまり、罠かい。オーバーヒール、倍の体力になる。要するに、強敵が来ますよ、サイン。How many of these guys are there? Red TA, hurry the fuck up!ここでは、エドガーさんが手伝ってくれます。ハローのパパンを連れて行ってくれてるんやな。役に立ってくれないと、長弾で殉職させちゃいそう。長弾はさせちゃうものやないで。音割れしとるな。発生しないよう、極力抑えてプレイしたんだけどね。あっちも大変そうやな。新年明けましておめでとう。大失敗持ちつきアタック。頭かち割れとるし、挨拶がくっそ遅い。よし、ムービー内に入り込んだ。 Watch out for the fat boy! Holy shit! What is that thing? 盾持ち、打撃で割らんと戦いにくいってことか。今回から、敵紹介も、軍の副将から変えてみようか。アドリブ力が試されるわけやな。ヒルマン。
顔とヘソのヒルが特徴的。ヘソについてるヒルがこそばゆくないんかな。多分、弱点はヘソ。間違いない。何？今の？何って、ヒルマンの心の叫び。そんなわけないでしょ。名前リーチャーだし、へそがかゆいんですって言うと思う？思う。ほら、見てみ、いつの間にか盾が割れとるで。ああ、リーチャーの突進攻撃は、爆薬を誘爆させるんだよね。おバカさんやな。で、ダイナマイトなんて、ここからは射撃に加えて、ダイナマイトで援護してくれます。やっちまえと言いながら、爆弾で邪魔してきてるやん。援護ね。で、ボスの体力を3メモリまで削ると、増援のブーハグが出てきます。辻バッタサルみたいなやつか。突進でどっか行ったが、リーチャーの厄介なのは、敵を散らすからかもしれない。本日2回目のお急ぎ便、なる早で荷物を届けてほしい。そんなあなたに、ヒルマン突撃特急便、荷物がどうなるかは、強度時代。荷物に強度要求される時代が来ようとは、荷物割れたりって、届ける側も届けられる側も嫌やん。荷物をチタン合金の箱に、ぶち込めばいいんじゃない？それ大型荷物やったら、空輸になってまうやろ。上から落とせばいいじゃない？チタン合金の箱を落とすとか、なんかのテロか？ははは。レベル上がると、覚えられるアビリティが増えるんか。一周目のレベルは、ストーリーに合わせて、固定されてるけどね。その周回で、スプレイのショーを回しても、経験値は入りません。この青いのは、電力を回復するアイテム。物語が進めば進むほど、必要なくなってくる。守るって援護ってことだよね。ハローが偶然、相談してない弾に当たっちゃうかもね。処刑スタイル、読み物は無視か。このステージはお金のみだね。比較的、初見コンプしやすいと思うよ。光ってる敵もおるな。登場はまだ先だね。今のセリフも2周目以降聞けない。このセリフのおかげでおかしいことに気づいたの。さすがエドガーさん、わらわらおるな。お父さんとエドガーさんに近づけさせないように戦わないとね。3人で逃げてきたっけ。というわけで1分半程度の耐久戦です。気をつけることは、決まった残り時間でセリフを言うので略略攻撃しない。これだけです。セルフ聞くゲームでしたっけ。周りに爆薬も置いてあるんやな。手をつけてもいいけど、増援が来るのでほどほどに。エドガーさんのダイナマイト援護はあるんやな。エドガーさんはダイナマイト要員の両キャラだからね。あ、青い、ハローの潰して、引きちぎった後、見してやる。はは、全部規制に引っかかるで。全力で言うこととちゃうで。ともかく、こちらも頑張って対処しましょう。一周回って理性的になったか。これで、セリフは以上になるのでカット。Son's almost done. Jesus, how many did she send after us? Ah, get you!
of lightning? Good thing we still got a big shiny ace up our sleeve. Jesus fucking Christ. I don't think he's breathing. Calico, it's around the corner. There's a doctor there. 最後にリーチャーの変な倒し方を紹介しながらのお別れです。挨拶なかったし変やと思ったやろ。じりじり迫ってきてる時にリーチャーと同じくらいの速度で下がると稀にできる技、無限ヘッドショットやん。試してみてね。では次回もよろしくお願いします。またな。